では、明日以降の高速道路の渋滞予測を確認していきましょう NEXCO 東日本による予測ではまず札尊道の下り福インターチェンジ付近で明日最大1キロあさって5キロそして、後ベ市道の上り余市料金所付近で明日あさってともに最大3キロそして同じく道王道の上りワッツスマートインターチェンジと恵庭ン,ンジの間で あさって最大3キロです道東道の上りトマムインターチェンジと向川穂別インターチェンジとの間で14日に最大15キロの渋滞が見込まれていますこちらはあさって開催される勝前花火大会を見た人たちの U ターンの影響だということです